この番組は内山安藤のちょっと立ち話しないと e-wave の提供でお送りします。内山安藤のちょっと立ち話しないと。皆さんこんばんは、内山つかさです。こんばんは、安藤瑞希です。この番組は気づくと駅前で2時間立ち話をしている2人がE-WAVE を利用していつでもどこでも立ち話しないとという夜テンションおしゃべり番組です。さあ、ちょっと立ち話しないと第22回が始まりました。イエーイ、トゥートゥーだ、トゥートゥー。そうです、ついにトゥートゥー回が来ましたよ。トゥートゥーですね。まさに今トゥートゥーですからね。ちょっとそれはよくわかんないんですけどモーニング娘。はトゥートゥーなんですよ、今年2022年だから。あー、それは1月になった段階でトゥートゥーになるんですか？あ、そうそう、1月になった段階でトゥートゥーです。へー、本当はなんて言うの？え、モーニング娘。トゥートゥー。あ、本当にトゥートゥーっていう発音なんだ。トゥートゥー、トゥートゥー、22って書いてトゥートゥーあのね、毎年ね、やっぱりね、こう年号が変わるたびにね、2、1、2、2かってなるんだけど、結果ね、慣れるんで、1年間で。慣らされるので大丈夫です。そのうち慣れますんで。そういえばさ、前回のやつで、うん、もう間もなく、ビヨンズの MV がって言ってたのは。はい。いやー、そうなんですよ。皆さん見てくれました？いや、見てくれましたよね。さすがにあんだけ言ったんだから見てくれたよね。そう、ショパン先輩。あのね、多分これが来る頃にはもしかしたらハムカツも出てるかもしれないんですけど、うん、まあ、素晴らしいんですよ。私は泣きました。もう、良すぎて。なんかもう本当にね、ショパン、すごい良かった。もう MV も素晴らしいし、なんだろうね、うん、いや、ビヨンズっててーなっていうのがね、うん、そう、もう、詰まってます、その MV に。どこが泣きポイントだったんですか？いや、どこがっていうよりも、もう全体を通して、最終的に気づいたら、あなたは涙する、みたいな。なんか、何か、うん、なんかがあるってわけじゃないの。なんかそのストーリー性があって感動するんだよとかそういうんじゃなくって、うん、そのビヨンズの12人がこうキラッキラしてるのが、うん、そで最後にね、あの最後フィナーレみたいな感じでこう終わっていく大団円みたいな、うん、それがもう、うんうんうん、はぁってそっと胸をこう胸に手を当ててはぁって私は泣きました。なるほどね。で、あの後にね、単独のホールツアー、そして日本武道館公演が決まったんですよ。おめでとうございます。いやー、本当におめでたいな。サプライズ動画もね、うん、上がってたりとかして、うんうんうん、私何回も見てるのそれ。1日3回ぐらい見てみんなのねリアクションを見て幸せな気持ちになって、うん、そう、もううわー、もう愛してると思って、私も愛してるよって言って、なんか久しぶりのじゃあ現場になりそうな感じですかね。そうですね、当たったら、いや、武道館は行きたいなっていう気持ちはありますね、やっぱり。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではだいぶ前座も長くなりましたので、はい、この後も引き続きトゥートゥーフリートークをお送りしますお送りしましょう。よろしくお願いしますよろしくお願いします。内山安藤のちょっと立ち話しないと。さあ、というわけで、はい、今回、トゥートゥー会は何をお話ししましょうか？まあ、もともと、なんなら始める前から実はずっと決めてたんですけど、第11回に何をやったか覚えてますか？11、ああ、ワン、ワンワンワン。そうそうそう、ワンワンワンですよね。はい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 。あ、ワンコの話したね。うちのさくらちゃんの話したね。ということは。なるほど。ということは、トゥートゥーではなく、今日は、ニャンニャンの日だったんですね。あ、失礼しました。私がちょっと先走ってトゥートゥーだったから、ちょっと。確かにね。なるほどね。今日はじゃあ、あんちゃんのスペシャルデーですね。ニャンニャン。いやでもね、猫好きといえば、みたいな感じはあるよね。私の中では。まあ、私レベルになると、うん、いいよいいよ。また導入が重い。いいよ、続けて。フェリシモ猫部っていう雑貨屋さんを知ってますか？まあ、この猫好きのための、まあ、猫ショップだと思えば大丈夫です。うん、で、そのフェリシモ猫部さんが、クレジットカードを作ったんですけど、うん、それですごい猫ちゃんのイラストが書いてあって、めっちゃ可愛いクレジットカードなのね、うん。どこで出しても可愛いですねって褒められる、もう自慢のカードなんですけど、
私レベルになると、このカード絶対に有効期限を22年の2月にしたいと思って申し込みました。なので、本当はこう出たのはちょっと前だけど、ちゃんとこうすべてを計算して、22年2月って書いてあるクレジットカードです。やばー。あ、でもね、わかるよ、わかるわかる。なんか、その、数字でそういう風にしたい気持ちはすごいわかる。あ、本当に？すごい今めっちゃ笑ったけど、私ももし自分の車を買ったら310にしたいもん、やっぱり。佐藤にしたいもん。なるほどね。やっぱりそこは、うん。まあまあまあ、そういうやつあるよね。ある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 。ある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 。なるほどね。あ、ちゃんとしてるな。でしょ？あと心温まる話をするのであれば。お、うん、ちょうだい。これも猫好きの方はおそらくもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、うん、ちょっと前に、東京大学の募金で、うん、この猫ちゃんの腎臓病治療薬研究っていう寄付を集めますみたいなのがありまして、こちらですね、世の中の猫の愛好家さんたちにめちゃめちゃ寄付されたんでしょうね。7月から1月までに約2万件、2億8000万が集まり、寄付が終わりまして、その募集していた教授が新しくそのための研究組織を立ち上げ、もうなんならもう試作の腎臓病になりにくい餌とかも発明をされておりまして。うん、え、そのさ、うん、あの、腎臓病でくくってるのって、猫ちゃんの病気あるあるなの、うん、その腎臓病っての。そう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 。もう猫ちゃんが亡くなってしまう率の高い病なんですね。あ、そうなんだ。そう。なので、この、今猫を飼ってる人もそうだし、うん、この猫を飼ってたけど、やっぱり腎臓病で亡くしてしまった猫愛好家さんたちの2万人の方が、こう、お金を送り、もう実際にこう動いて、世の中、やっぱ猫様のために、猫様愛されてるな、みたいな気持ちになりました。なんだろうね。まあもちろん、猫様はね、私もそれはもちろん好きですよ、猫ちゃん。はい。好きなんだけど、なんて言うんだろう。猫がすごい好きすぎる、まあ言ったらマニアじゃないですけど、いう方々は、なんて言うんですかね。うん、なんか、これ大丈夫、言葉間違ったらあれですけど、なんか、なんだろう、一個の、一つの宗教みたいな、なんかその。いや、宗教ですけど。なんかその、そう、だから猫っていう、その存在を、うん、なんか、一動物じゃなくって、もうなんか、それこそ神様じゃないですけど、うん、崇拝みたいな。してるしてる。あの、猫派、犬派ってよく質問あるじゃないですか。あるあるある。で、まあ、別にどっちってないけど、まあ一応飼ってるし、うん、まあ犬かなとは言うんだけど、うんうんうん、それって、あの、多分犬飼ってる人たちってみんな猫別に嫌いなわけじゃないんですよ。うん、そう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 。でも、猫好きの人で猫飼ってたりとかする人って、うん、絶対にもう食い気味で猫ですみたいな、そのなんだろうな、なんか、すごい、だ愛がすごいなっていうのは常々思ってます。なんか、そう、なんか過去になんかなんだろう、助けられたのかな、なんか。でも、なんかその私も小学生の頃とかですね、なんかあの、家の近くに、多分噂だとすごく家で猫を飼ってた人が、まあ、よくないですよね。その、引っ越す。これだから人間は。まあ、まあでもなんかそういうのもね、まあいろいろ問題になってたりとかするじゃないですか。うん、そのコロナ禍でさ、おうち時間が増えたからって言って警告出てたじゃないですか。安易に買ってはいけませんと。うん、ちゃんと、ね、経済的なところだったりだとか、まあ自分の家でまず買えるのかとか、うんうん、ちゃんと計画性を持ってね、やっぱっていうのを考えないとね、やっぱり。うん、愛だけではどうにもならないこともありますよね。すごい。なんて道徳的な番組なんだろう。素晴らしい。今日また重たいな。いやー。まあだから私レベルになると、もう常にイマジナリー猫ちゃんと一緒なんで。あ、イマジナリー猫ちゃんとね。そう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 。あと、あ、そうだ、これいつか言おうと思ってたんですよ。うんうんうん、あの、弊社、アーリーウィングの事務所の中にも、うん、イマジナリー猫ちゃんがいると思います。どういうこと？どういうこと？怖い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 。実はですね、はい、私すごいお気に入りの猫ちゃんの柄のマフラーを事務所にしてったんですよ。うん、で、ちょっと外して、こう、階の移動して、うん、手に持っていたはずのマフラーがないんですね。うん、あれ？この5分くらいの間にどこ行った？と思って探しても、どこにもそのマフラーないんですよ。うん、いやいや、事務所ってこのビル、1個の建物のビル内で絶対落としてるのにどこ行った？みたいな。うん、で、結局その、ずっと探してるんですけど、見つからなくって。ないの？ナイス。
お忘れ物コーナーとかにもなくて、うん、なんでなんでしょうねーってみんな言ってくれるんですよね。うんうん、なので私はイマジナリー猫ちゃんがあのビルには住んでいて、うん、私の落としたマフラーを拾って、そのまま持ってって、その上でぬくぬく温まってるんだと思います。あ、なるほどね。あー、でもね、わかるよ。あ、じゃあ、すごいわかるよ。私もグッズとかボールチェーンから離れていなくなっちゃった時とか、うん、あ、私の元でね、なんか、こう、繋がれてるよりも、きっとなんか、自由な世界で行きたいんだなって言って、私、まーちゃんのキーホルダー系2個ほど落とした、うんうん、なくしたことがあって、うん、どっちも、こう、なんて言うんですか、ボールチェーンみたいなのがついてるやつの、佐藤正樹さんだけなくなってるっていうのが2回ほどありまして、でも佐藤正樹さんってやっぱりそのなんかこう枠にこう閉じこもってるような方じゃないんで、もうなんか私ごときがなんかむしろすいません、なんかも連れて歩いてごめんなさいっていうぐらいの気持ちで、なんかそうオタク友達とかはなんか言ってなんか周りちょっとかに探したとかした方がいいよみたいな、なんか落ちてるかもよとかって言われたんだけど、いや大丈夫、多分ね私の知らないところで楽しく過ごしてるまーちゃんはでその気持ちはすごいわかります。私も全く同じ流れでなくしていなくなってしまったと思ったけど、戻ってきたこともあるんで、いつか戻ってくると思ってのんびり生きよう、うん、そうだね、大丈夫、はい、大丈夫、どっか世界のどこかでそうそう幸せになってるはずなんで、幸せにそう暮らしてるきっとはいやなかなか重たくなると思わなかったけど、なんか重たくなったね、うん、一回ね。まあやっぱ世の中は人間が一番いらないと思ってるんで、皆さん生き物には大切にしてあげてくださいね。よくないよくないよくない、その締め方よくないよ、大丈夫かなその締め方はよくないよ。じゃあ内山さん、人間代表としてお願いします。最後に締めよ、人間代表として、難しいな、そんな大役を人間代表として、まあ、そうですね。結局のところ、私も人間ですからね。なんか、まあ。ちょっと話が長いな。これだから人間は、もうちょっと一言でスパッとお願いします。ちょっと待ってよ。これだから人間は？どういうこと？どういうこと？どういうこと？まあ、要は言葉がこう分かってしまうから、いざこざになるわけですよ。分からなければいいということです。では皆さん、ご唱和ください。せーの、にゃん！内山安藤のちょっと立ち話しないと。内山安藤のちょっと立ち話しないと、エンディングのお時間です。はい、この番組ではお便りの募集をしています。ちょっと聞いてよ、ではあなたの聞いてほしい話、そういえばさ、では私たちへの質問やトークテーマ、聞いてみたいんだけど、では番組間のタイトルコールを読み上げるキャラクター案を募集しています。お便りの宛先は eWave 公式サイトのちょっと立ち話しないと番組ページにある投稿フォームよりご応募ください。また番組公式ツイッターでは放送の総括、今回の一言をアップ予定ですので、お楽しみに。その他の情報や企画コンテンツにつきましては、すべてツイッターの方でご案内をしていますので、ぜひアットマークタッチナイトもフォローお願いします。ということで第22回のちょっと立ち話しないとはなんですけど、ちょっとなんかクスクスしてたなって。あ、いやいや、違う、うん、思い出しちゃって。ああ、そういうこと。前回、うん、番組の中で CM を入れるっていう話をしたのに、うん、はいはいはい、その場所を作るの忘れたなと思って。ああ、ね、そうだそうだね、そういえばやっちゃったな。まあ、そんな日もあっていいんじゃないでしょうか。自由だからね。はい、はい、じゃあそういうことで本日の放送はここまで。また次回お会いしましょう。お相手は内山つかさと安藤瑞希でした。それでは皆さん、解散！さようなら！バイバーイ！この番組は、内山安藤のちょっと立ち話しないと、eWave の提供でお送りしました。それでは最後に CM のごくごく一部分だけご紹介いたしますので、ぜひ聞いてください。また来週もよろしくお願いいたします。内山！え？安藤くん。帰りの時間が一緒になるなんて珍しいな。今度のコンクールに出す作品がなかなか出来上がらなくて、直接会えなくても話ができる。私とあなたのお手軽コミュニケーション。内山安藤のちょっと立ち話しないと。